hell yeah. Not a world knows a parachute will fuck around. Show that bitch yeah. right. Yeah, that's how you handle things. Hey, come on, bro. Leave his ass. Ah, shit. For real? おい、大丈夫か？待て、桐生さん。お前らは見ない方がいい、多分な。あいつは大丈夫なのかよ。おい、ひでえ、マジで開きなのか。連中に見つかったら厄介だ。すぐにここから離れるぞ。急げ。立てるか。行くぞ。あれがバラクーダの見せしめ、通称開きだ。俺も実際見るのは初めてだ。まさかあんなひでえなんてよ。大丈夫か富澤。大きなお世話だ。バラクーダに喧嘩を売って殺されたところで同情するやつはいねえ。警察だってうやむやに処理するだけだ。あんなのが野放しにされてるってのか。触らぬ神にたたりなしってやつだ。日本のヤクザだって扱いは似たようなもんだろう。悪いことは言わねえ。今日も引き上げよう。いくらあんたらでも連中丸ごと相手にすんな無茶だろう。あ、分かった。そうか。わかった。一番のし飲んだ。いや、どういう。ああ、それなら残り。よっしゃのれ。おかさ、あのおかサーファー登録無料。おかサーファー、あんな、もう欠陥品じゃないんです。お願いします。誰も乗ってくれない。おかさ、あ、お兄さん、おかサーファー今試乗キャンペーン中なんですよ。会員登録、まず、え、おかサーファーを炎上。ああ、いいんです、知らないなら。ああ、俺は春日さんですね。ではほう、はい、これは昨今流行りの電動キックボードや自転車は自分で乗っかってるだけで。へえ、そいつはすげえ。実は以前さっき言った炎上。ああ、いや、ネットもという、そのマジの変。いやはや、おは、あの後私は深く、うまくいかないこともたくさんあり、その甲斐もありですが、今のオカサーファーには。なるほどな。それで、あの、ここまで話を聞いてくれ。本当にもう爆発し、はい、
分かったよ。やった。へえ。なかなか快適じゃねえか。おっと、いけねえいけねえ。お疲れ様でした。いかがでしたか、お母さん。正直、思った。ありがとうござ。おいおい、こいつら。だせえな。確かに、以前のお母さん。いや、やめてください。ああ、丘サーファーに乗ったから。てめえ、調子に乗る。さっさと始めようぜ。俺の番だな。もらった。放電準備。俺の番だ。行くぜ。しゃあ。やるやるだ。バリア。うわ。ああ。うわ。うるし。やるとる。よし。行くぜ。ああ、よっと。俺って強すぎだろ。いい調子だぜ。まだ強くなれるだな。春日さん、お怪我はあり。なに。それより何度か蹴られちゃい、でも念のためこれは私がそれで、さっき、なあ、気に入ったし。ああ。で、登録するといつでもこれに乗れるように。はい。丘サーファーへの乗車が禁止されたな。丘サーファーは電気で動くの。充電はハワイに数箇所設置され、充電には料金がかかってしまいますが、まあ、丘チャージャーでは充電の他にも。了解。ハワイは広いから。ありがとうございます。それではな。はい。やめ。蹴りを加え。You messing with us? おっしゃ、行くぜ。お
俺の番だ。受けてみな。よし、もらった。行くぜ。いつでもいい。しゃあ。サバは終わりだ。よっしゃ。はい。仲良し。ハロー。アロハ。I'll give you $50 for it. Oh, come on! This is a genuine driver's license. It's got to be worth at least $70. $50, take it or leave it. I doubt someone else would even give you the time of day. Oh, fine, tight ass. Yo, Jeff. Hmm? Tomizawa ka? 久しぶりだな。観光客から奪ったもんでも売りに来たのか。いや、なんだお前ら。3日前俺のパスポートが盗まれてよ。ここに持ち込んだやつがいなかったか。さあどうだったかな。とぼけねえで教えてくれよ。おいおい富澤、俺がタダで情報を渡すとでも思ってんのか。やっぱダメ。当たり前だ。金用意してこい。そしたら教えてやるよ。ということだから金を用意するしかねえな。いくらくらいあればいいんだ。まあ相場は30ドルってところかな。値切ればもうちょい負けてくれそうだけど。結構きついな。どっかで金稼がねえとダメか。まあでもあの千歳って子に会うためだ。やるしかねえな。ああ千歳。おい兄ちゃんたち。え、ずっと話聞いてたんだがよ、あんたらが探してる女は千歳っていうのか。な、ああ、何か知ってるのか。心当たりがあってんだ。もしかしてダンサーっぽい編み込みの髪をした若い美人さんじゃねえか。そうだよそう、そいつに間違いねえ。どこで見たんだおっさん。こいつだよ。これは風俗、デリバリーヘルスとか。さあホームレスの俺にはよくわかんねえが、姉ちゃんといいことができるサービスなんだろう。この前この近くで寝てた時によ、そのチラシ持った男が電話で女を呼んでたんだ。そしたらさっき言った千歳って女がやってきたってわけさ。オーラがある目立つ子でな、目を奪われちまったよ。聞いたところじゃどうやらその店のナンバーワンらしいぞ、その千歳って子。これは間違いなさそうだな。早速電話してみましょう。おっちゃんありがとうな。でもなんでこんな有益な情報
俺たちにくれるんだよ。同じ日本人としてのよしみさ。あとジェフってやつ、俺は気に食わねえんだ。あいつが儲かるのも尺だからよ。ありがとう、おっちゃん、いいやつだな。いいってことや。うまくいったら今度酒でも恵んでくれや。ああ、何杯でもご馳走してやるよ。じゃ、行きますよ。はあ、Hi! もしもし、ゲリーズ・ラブ・キャンプです。な、もしもし、チラシを見て電話しまして、女の子を呼びたいんですけど。え？おめでとうございます。お客様は当店の100人目のお客様になります。特別に今回は料金無料でご案内します。運がいいですね。おお、マジか、ありがとうございます。ではお客様、お名前と今いる場所を教えてもらえますか？名前は春日、場所はジェフってやつのタコストラックの近くだな。おお、あの辺りは治安が悪いですからね。さぞやお困りでしょう。え？いや、そんなに困っちゃいないけど。OK! では、うちのキャストの中で、飛び切り暇で人気ないやつを一名、そちらに派遣します。え？やだな。ていうか、お宅の千歳さんで、お願いしたいんだけども。千歳をご指名ですね。少々お待ちください。やっぱり運がいいですね、お客様。千歳は一番人気で、いつも予約でいっぱいなんですが、今は運よく予定が空いています。おお、よかった。じゃあ、千歳さんでお願いします。かしこまりました。すぐにそちらに向かわせますので、お待ちください。なんだって？千歳で指名できました。今すぐここに起こしてくれるって。そうか。だが普通こういうサービスってホテルとかにしか呼べないもんじゃないのか？さあ、どうなんでしょう。待ち合わせ型みたいなやつじゃないですか？外で会って一緒にホテルに行くみたいな、最近そういうのが多いって聞きますけど。ふん、詳しいな。よく利用するのか？いやいや、俺一応ソープで生まれた男ですからね、そのくらいは基礎知識というか教養というか。なるほどな、勉強になるぜ。やめてくださいよ。お待たせしました。お、来たみたいだぞ。え、どこかな？ここです。はい、はやうわ、な、なんだ？春日様ですか？そうだけどよ。お待たせしました、千歳です。こいつが千歳か。あっさりたどり着けたな。俺たちの作戦勝ちだ。やったな、春日。なんだ、こいつじゃないのか？いやいや、全然違いますよ。どうなってんだよ、おっさん。知らねえよ、こいつじゃねえのかよ。名前千歳だし、
髪型も似てるんだろ。髪型は確かに一緒だし、名前も奇跡的に一緒だけど、なんつうか、こんなにパワフルじゃないっつうか。チェンジですか？チトセ、悲しいです。いや、チェンジとかそういう問題じゃなくて、チトセさんは何も悪くないんですけど。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするぜ。ぶん殴ってやる。おい、カズガ、話は後だ。まずはこいつらを倒すぞ。はい。あの、千歳さん、危ないから下がっていてください。わーい、私が下がる理由はありません。そもそも助けてほしいから私を呼んだのでしょ。え、どういうこと。私はデリバリーヘルプの千歳バスターホームズです。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ。おい、俺を無視して喋ってんじゃないよ。ふざけんな。マジで今すぐぶっ殺す。行くぞ、カズカ。はい。ただじゃ済まさねえ。後悔するなよ。はい、はい、お願いします。デリバリーよろしく。デリバリー待ってました。いや、上がりだ。いい調子だぜ。なんだこいつら。そしてあの女、強すぎ。さて、とどめです。チキンとごめんなさい。これにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかります。おそれではグッバイ。何だったんだ一体。デリバリーヘルプ、いざという時に。詳しいな。よく利用するの。昔ちょっとね。デリバリーヘルプ、まさか偉人町だけでなくハワイでも営業してるなんてな。千歳は見つからなかったが、千歳と会えたからよしとするか。お、なんだ。よ。はい。
おう。なあ、人鳥にもたくさんいたけど、それよりもたくさんいるかも。鶏も多いし、日本とは鳥事情が違って見えるだろ。のんきに外で飯食ってるとどんどん寄ってくるから注意だ。キリュウさんも鳩に飯取られたりしたんすか？いや、20匹くらいに囲まれたが、睨み続けて1匹も近づかせなかった。程よい緊張感の朝飯だったぜ。鳩もキリュウさんに睨まれたらさすがに動けないんだな。消え、入れるか。ハロー、アロハー。ヘイ、アロハー。はい、Aloha. Thank you. Hey! Hello! Even complete. Hey! Hello! Aloha! What do you want? What do you want? What do you want? いつかまったり海岸でこう減ってった。よっしゃ！バスに乗って島を見て回るのもいいかもな。後悔するなよ。俺の番か。俺の番だな。そうしてやるぜ。I'ma put the hurt on you。ビビってんのか。ガツンと行くぜ。向かうところ敵なし。
まあ、ただね、仲良し。これは青空将棋か。ハワイにもあるんだな。気が向いたら立ち寄ってみるか。アロハ。
ハロー。ん？ごちそうさま。ありがとうご。さっき言ってたデリバリーバイトの待機所ってこの辺か？ああ、そのはずだ。待ってればそのうち来るだろう。俺たちはちょっと時間潰してるから、まあ頑張って稼げよ。え？なんだよ、おめえもやらねえのかよ。やらないやらない。タクシー運転手がわざわざ自転車で配達なんかしねえって。じゃあ後でな。優雅、バイト希望者。え、ああ、はい。いいね、いいね。豪快なアフロ、濃い顔、アホそうだけど愛嬌ある感じ、クレイジーさが香るね。失礼だな。あんた、俺か。俺は君が申し込んできたバイト先、食品ドラッグ。代表？マジか。いいねいいね。オッケー、合格だ一番くん。え、やった。なあ、体もムキムキで体力ありそうだしな。そうか。よし、じゃあ早速。うっす。なあ、その通り。歩合制だからより早くより多くのお客さん。なるほど、自転車はホームレス時代の缶拾いで慣れた。そいつは頼もしい。給料が上がる方法？それはな、クレイズに運ぶ。クレイジーに運ぶ。なあ、うちはクレイズ、クレイズに運ぶ。それは見せる。入った。例えばさっき俺がここに配達員がジャンプしたり回転したり、そういう見ていて楽しいクレ、起きて破りのクレイズな配達の仕方、それが俺の目指す。ここは南国は。そんなリゾートの配達が普通だったらつまらん。まあ盛り上がるのはいいとは思うけど、そこが俺たちの腕の見せ所。クレイズに見せる運転をしつつ、そんな紙配達ができる唯一。まあもし弁当がダメになっても、そこは保険とか。とにかく本能のままに。あ、アンダースタン。オッケー、これで説明は終了だ。こういう。
せよな。働いたな。まだまだ頑張らねえとな。ふう。エクセレント。君にはく。そうだろう。運転テクニックだけじゃ極めるの大変さ。頑張って最強に。あ、そうだ。これは俺たちの中。ありがとう。これからよろしくな。こちらこそ。おう。
出発するか。いけるな。いけるじゃん。さすがハワイの海。せっ。あんたは約束通り金を持ってきて、これで教えてもらえねえか。まあいいだろう。で、聞きたいのは何だっけか。3日前俺のパスポートが盗まれた。ここに持ち込んだやつがいなかったか教えてくれ。来たぜ。本当か。ああ、日系のとびっきり美人の姉ちゃんだった。あんたの顔、特にそのヘアスタイルは特徴的だからな。間違いね。じゃあパスポートはここに。いや、あの姉ちゃんはパスポートを売りに来たんじゃねえ。あんたのパスポートで第五地区に入れるか聞きに来たんだ。第五地区。バラクーダのアシトのことだ。バラクーダって昨日のあいつらか。第五地区は川向こうにある不法占拠地帯だ。周囲はフェンスでガチガチに囲まれてて、見張りも厳重だ。よそ者が立ち入れる場所じゃねえよ。そこに俺のパスポートで入るってのはどういうことだ。あそこには面白いルールがあってな。第五地区に入りたきゃ観光客からパスポート奪ってこいって言われるんだ。パスポート？何のためだよ。あそこを仕切ってるバラクーダのしのぎが偽造パスポートだからだ。本物のパスポートは偽造品の材料として欠かせねえ。実は俺がここで買い取った盗品パスポートもバイヤーを経由してバラクーダに流れてる。他人のパスポートが第五地区へのパスポートになる。そういうこと。だからあのお姉ちゃんはあんたから盗んだのを使おうって考えたんだろう。女一人で第五地区に近づくなんて相当リスキーだからな。事前に俺んとこに確認に来たんだろう。なるほどね。でもなんで千歳はんな場所に行こうなんて思ったんだ。さあな。ま、パスポートは諦めな。第五地区に渡っちまったら取り返す術はねえ。パスポート取り戻すのもあるけどよ、それ以上にあの子に用があるんだ。用事つっても今頃第五地区の中だろ。会いたかったらあんたたちも第五地区に行くしかねえんじゃねえか。バカ言え。あんなとこ死にに行くようなもんだ。
いや、アカネさんが何者かに追われてるか、もしかするととっ捕まってるかもしれない状況だ。千歳からなんとか手がかりを聞き出して。第五宿に入る方法は他にないのか？なくはねえけど、パスポート盗む方がよっぽど楽だぜ。あるのか？聞かせてくれ。さっきも言った通り、第五地区はフェンスと監視でガチガチに固められてるけどな、月に一度警察の巡回が入るんだ。警察が？第五地区の治安状況確認ってのが名目だが、実際のところは警察も仕事してますよって体裁を保ちたいだけだ。中で起きてる犯罪やら何やらは全部知らんぷりで帰ってくる。その巡回役の警官がローマンって男でな、当然そいつはバラクーダとズブズブの関係だ。そのローマンってやつになしつければ月一の巡回に同行できるかもしれないってことか。くそ、よりによって警察かよ。お前は顔を見せない方がいいだろう。交渉ごとには俺が立つ。これはローマンにとってもリスキーな話だ。おまけに奴はとことん金に汚くてよ、5万ドルはすびってくるぜ。5万ドル？それってと500万円かよ。それもキャッシュでだ。お前らにそんな金はねえだろ。ローマンに会うだけ時間の無駄さ。いや、会わせてくれ。なんだ、あんたそんな大金持ってるのか？何事も交渉次第だ。ふん、あんたが何者かは知らねえが、まあ会いに行くだけ行ってみな。ローマンは第五地区の近くにあるダイヤモンドヘッドってバーで毎晩飲んでる。わかった。おい、マジで行くのかよ。